おお、でかい。来たよ。バーチカルティップペギングの楽しさっていうところにもなるんですけども、種を立てるという状態になりますので、まあ、より深場でやることができるというところですよね。ドテラだとどうしても深いとどん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 糸が出るんですけど、バーチカルの場合は水深と同じラインの出る量になってくるので、まあ、ずっと真下でね、釣りするんで、まあ、どんな深いエリアでもまあできちゃうというところが一つ大きいですよね。おう、えい、でかいでかい。いろんな地域で、例えば切り立った岩盤でなかなかこうドテラ流しがしにくいような島がたくさんあって長く流せないっていうようなところでもできちゃったりするのと、あとは潮が速いところとかね、そういったところでこうエギと船が一緒に行くので、それで釣りができたりとか、まあ、いろんなこう釣りの可能性が広がるっていうのがまたいいところでもありますし、まあ、魅力でもあるかなっていうふうには思いますね。来ましたね。新しいアントラージュ3号に交換して、まあ、すぐだったんですけども、 3.5 号間隔で使っていただける、そしてバランスもいい、深さもいろんなところに対応できる、でぐるぐる回ったりしないっていうですね、非常に考えて作られたエギになってます。新しいセフィアエクスチューンティップエギングですね。このバーチカルティップエギング専用モデルですけども、例えば当たりを待つっていうところでもしっかりと待てますし、かといって柔らかすぎないので、こうしゃくってる時にしっかりとこうエギを動かしてくれる、まあ、こういった深場でもちゃんとエギが動くっていうところも、まあ、すごくいいところでもありますね。ホールで乗った、ホールで乗った。おー、でかい。来たよ。やばいサイズ来た。でかいでかい。おー、よっしゃー